熱中症にも皆さん気をつけながら、楽しみながら夏夕涼みしながら手入れをするっていうのがいいんじゃないでしょうか。今日は7月のお手入れをお話しします。皆さんこんにちは。山梨県のバラ苗専門店小松ガーデンの後藤みどりです。いよいよムシムシと暑い夏がやってきますね。皆さんのお宅では2番花はいかがだったでしょうか。山梨も春が暖かかったのでどんどん咲き進んで2番花もまあ順調に見れたなっていう感じです。ここからまた、人間にとっても植物にとっても辛い、時期になってきますので、そんな時にあまり植物を傷めないように気をつけたいなと思います。まあこまめなお手入れが必要ですよね。熱中症にも皆さん気をつけながら、楽しみながら夏夕涼みしながら手入れをするっていうのがいいんじゃないでしょうか。今日は7月のお手入れをお話しします。今日は7月のバラの管理をお話します。まあ、団地を基準にしていますので、それ以外の地域の方はお住まいの地域に合わせた管理を行ってください。まず剪定です。2番花が終わりかけてきて花弁の周りが茶色くなったら花がら切りを1輪ずつ行ってください。そうすることで今一番綺麗な状態を、まあ、花姿をね鑑賞できます。またカビなどの予防にもなりますので、病気やカビは花柄がこうついたままだとなりやすいです。1輪ずつきれいに、花を見ながら切ってあげてください。木立製は1株のすべての花が終わったら地際から先端までの高さの上から3分の1を目安に切り戻します。この時下葉の混み具合をよく見てください。風通しが悪いようにこう葉が混んでいたら葉っぱを取ってあげたり、手で取ったりハサミで取ったりして構いません。で、枝の木も少しこう細かい枝が多く、下の方もさもさしていたら、切ってあげてください。それ以外はシュートも出ていない株で、黒星病やうどんこ病で、ちょっと弱ってしまったなとか、水のやりすぎでなんか伸びが悪いなとか、ちょっと雰囲気がこう弱々しくなってしまった、そんな株は花柄のみ摘んで、まあ、つぼみだけ取ってあげて、できるだけ葉を残してあげてください。つぼみがついていても9月までは咲かせずにつぼみを取りましょう。鉢植えは西日を避けるような場所へ移動してほしいです。つるバラは今から大きく伸ばそうとしているつるバラ生育中なので、とても葉が大事です。まああんまり強く切り戻してしまっても、樹勢が弱くなってしまうので、切り戻しは禁物で、今から伸びてくる、まあ、重要な、シュートと呼ばれる立派な枝、そういうのを待ちましょう。しかしながら、梅雨明けとともに急激に温度が上昇して、もし猛暑になってきたらちょっと生育どころではなく生育が一時的に止まってしまうこともあります。まあ、現状維持がね精一杯になってしまう時もあると思います。そういう時は活力剤などをあげながら様子を見ましょう。つるは来年新しくしっかりとしたシュートで、いい花が咲きますので、立派な枝が出るように少しやはり株元も整理して、葉を取ってあげたり風通しよくしてあげたりして、新しいシュートが出やすい環境を作ってあげてください。次に灌水、お水やりですね。鉢植えの場合からお話します。鉢植えはこれからベーサルシュート、来年の主幹となる、太い枝が出る時期です。この時期の灌水がとっても重要です。シュートは乾燥気味だと伸びません。鉢植えは毎朝灌水しても良い時期なんですが、半日陰だったり鉢がバラの根に対してまあ、大きすぎて乾きづらい、そんな場合にはよく見て灌水してください。1鉢ずつ丁寧に観察して与えてくださいね。
めんどくさいからといって乾くものに合わせていると乾かないものも同じように、冠水してしまうと、まあ、そっちの方が水が多くなってしまいます。根の張りがとても弱くなってしまうので、気をつけてください。また水をかけた時なかなか水が、上のウォータースペースに溜まったままはけていかなかったら根詰まりしているかもしれません。鉢のサイズに合わせた鉢増しをしてください。一回り二回り大きい鉢に植え替えてもいいですね。冠水の時間帯は午前中が理想です。夕方かける時は黒星病になりやすいので葉にかけないように冠水してください。次に地植えの水やりの仕方です。お住まいの地域によって降水量が違うと思いますが、あまりにも乾いている場合にはしっかり与えてください。水の量が少ないと肥料の効きにも影響してしまいます。多いのもダメなんですが、乾きすぎると本当ダメです。今の時期は、生育期に大きい株にしたい時はもうこまめに冠水してください。ホースやじょうろは撥口をつけて、停止して、まあ、しっかりと1分から3分ぐらい、じっくりと株周りに染み込ませてください。その後強めのシャワーに切り替えてシリンジをしてください。こう葉っぱを裏から洗うようにハダニの予防になります。次は消毒です。まず害虫についてお話します。害虫今の時期増えてますよね。いろんな虫が飛び交っています。まず定期散歩をしていてもいろんな虫がやっぱり大きくなってきているので注意が必要です。ただ定期散歩をしていて病気も害虫も、まあ、あんまり被害がないなっていう方は引き続き、まあ、いつもの調子で、まあ、頑張ってください。ただこの時期毛虫や芋虫類が多くなります。まあ、蝶や蛾が、ね、飛び交いますので、そういう時は、ベニカエス乳剤、アハーム乳剤、モスピラン液剤がおすすめです。まあ、希釈するタイプなので、噴霧器を使ったりスプレー使ったりしてやってください。肌にも出やすいので、こちらにある、ベニカ R 乳剤やダニ太郎など昨年発生している場所には特に注意して、早めに散布してください。カミキリムシの幼虫に、根を食害されないようにするには、まあ、よく観察するのと根元の方にこちらの方の、オルトランデラックス流剤とベニカ X ガード流剤、これを定期的に、まあ、撒いておいていただければ、大事なバラを、守れるので、今こそしっかりと撒いて目視の点検も行ってください。次に病気のことを話しますね。今が一番病気になりやすい時期です。梅雨で黒星病がすごく葉が黄色く落ちてしまった方は今諦めないでください。サプロール乳剤かサルバトーレ液剤、ラリー乳剤などの治療薬をしっかりと散布していただくと治療できますので、しっかりそれをやってください。雨の前の産経オーソサイド水和剤、サンヨール乳剤、産経 M ダイファー水和剤などの予防薬なんかもおすすめです。予防と治療を、ね、うまく使って、病気から守ってあげてください。寒冷地の方、ベト病に注意してくださいね。バラの周りの雑草などをあんまり生やしておくと朝露がそこに乗っかっていろんな病気が出やすくなります。風通しを良くして、除草をしてから産経 M ダイファ、こちらの水和剤を散布して予防してください。雨が降るからといって消毒を先延ばしにしてしまうとどんどん発生してしまいます。雨の前は予防も兼ねて、こういったお薬でしっかり散布するのをお勧めします。夕立の多い地域も予防を徹底してください。バラの数が少ない方は、こちらのハンドスプレー、このローテーション散布が効果的です。週に1回違ったものをかけていくということですね。過去の動画、新苗の育て方、ジュリア編で、やってますので見てください。実はこちらのパッケージちょっと白っぽくなりました。前は、このパッケージでしたが、リニューアルしてこう新しいものになっています。中身は同じなんですが、こういうふうに、変わりますので気をつけて、いろいろこうやっていただくといいと思います。
最後に肥料のことです。肥料の種類にもよりますので、お使いの肥料の指示に従って、与えてください。小松ガーデンの肥料ローズグローをお使いの方は月に1回追肥してくださいね。葉の色が濃いめの緑なら肥料を与える間隔を、少し空けてもいいと思います。暑い時には活力剤、こちらですね、これも使うとすごく効果的です。人も熱中症になる時期です。バラも春から生育していますが、梅雨時の日照不足で光合成量が落ちて軟弱になっていたり、梅雨明けで急に高温多湿になったりして根が傷みます。こんな時は肥料を与えても元気よくこう吸収できないんですね。そんな時はバイオゴールドの VRNA、バイタルリキダス、これらの活力剤を水で薄めて、週に1回くらい与えてあげましょう。週に1回水代わりにね、しっかり与えてもいいと思います。秋から、夏の剪定後の芽出しもとても良くなります。やってみてください。今日の7月のバラの管理の動画いかがだったでしょうか。暑くなってきますが、バラたちも本当に頑張って生育していますよね。手をかける私たちも元気でいないとバラも辛いですから、無理をせず気持ちの良い程度にバラのお手入れをしていてください。夏が過ぎればもう秋バラの季節です。早いですよね。今のお手入れで秋の花が決まると言ってもいいくらいなので、バラの咲く庭を夢見て、しっかりと汗をかきながら頑張ってくださいね。でも、日中はいけません。これからは朝夕の涼しい時にやりましょうね。私も頑張ります。皆さんも頑張ってください。それではごきげんよう。